か、昨日の今日で、もう俺が諦めた思てんちゃうやろな。しつこいで俺は。はぁ、疲れるわ。やっぱ慣れへんことするもんちゃうな。なんやねん、休み明けテストで。アホか。驚いたか。気に入った男子は全部チェック済みだ。いつも我慢できず男子を襲っちゃうせいで万年服役中だからな。いい、強い気配をビンビン感じる。狼なら狼だって言ってくれよ。やべえな、長老に怒られんな。どうってそのままの意味さ。狼は俺たちの祖先だから、貴族は別だけどな。何？さっき言うてた約束ってこいつと？うん。あかんよそんな。せっかくリサかっこええのに、こんなちっこいのと並んで歩いたらかっこ悪いわ。あるとも、トム。お前がゴールドロジャーの船を作った滞在人だってのも、なんと調査済みだ。罪人である以上、お前の身柄はこちらの自由になる。そんじゃあ、ぶん殴ってもいいね。ズボンに泥つけやがって。てめえが弁償すんのかよ。働いて弁償するったって、てめえが働けるようになるまで俺は何年待ちゃいいんだよ。止まってガキだぜ。だが一緒にいた女はな、忘れ神だ。大方お前を城に連れ込んで食おうとしてたんだろうね。俺の学者たちとの関連をずっと否定し続けた女がこんな場所にいたんでは、まるで自分の故郷だと主張しているようだぞ。お前らと同じ罪をここの学者たちも犯しているとな。それは何も分かっていないド素人がすることさ。もっとも俺がノリでちょっと砂金を救おうとしたら、連中縄張りがどうとか言って怒ってたけどな。だがしかし、俺はこの廃校の前でムカデを見た。しょうがないだろ、俺だってこんなことしたくないんだ。でも今俺の家スエズ運河の件でめちゃくちゃ不況で、 お前と一緒にならないと俺死ぬかもしれないって上司が死ぬかも。